本当によかった。あなたと会い、体を作ってもらい、あなたと一緒に入浴を楽しむことができて。おや、長雲ですか。鎧の下にそのような強靭な体があったとは、常人離れした槍の技にもうなずけます。おや、呂布ですか。全く女性を気遣う様子のないその態度、私が人形だからということでもなさそうですね。おや、元気も入浴ですか。普段は冷静なあなたも、ここでは少し表情が緩んで見えますね。おや、秋草、いい機会です。あなたの俊足の秘密、じっくり聞かせてください。新しいレシピのヒントになるかもしれませんから。おや、オオカですか。いつもの凛としたあなたも素敵ですが、女性らしいその姿も魅力的ですね。おや、ホローですか。その人形、とても可愛らしいですね。後でお湯に浮かべてみてくれませんか。私の体は濡れても問題ありませんが、時継ぐは本当に大丈夫なのですか。心配ですね。後で拭くのを手伝いましょう。おや、アーナスですか。お風呂上がりは貧血を起こしやすいものです。危ないと思ったら私を呼んでください。おや、クリスですか。仮面を外したあなたは可憐ですね。それにその髪型もよく似合っていますよ。おや、雪村ですか。腰に巻いている布、不思議な形をしていますね。あなたの世界の文化もなかなか面白そうです。おや、三成、なぜ立ち尽くしているのです。いつもの不遜な態度はどこへ行ったのでしょうね。おや、直虎ですか。恵まれた立派な体育ですね。一体何を恥ずかしがることがあるのですか。おや、ハヤブサですか。いつもの覆面がないと戸惑いますね。ですが、素顔のあなたも魅力的ですよ。おや、アヤネですか。あなたはどんな格好をしていても素敵ですね。とても美しいと思います。おや、アリマですか。軍服を脱ぐと随分雰囲気が変わりますね。そういう格好も爽やかで良いと思いますよ。おや、ダリウスですか。あなたは風呂場での上品さを失いませんね。素晴らしいことです。おや、レグリナもお風呂ですか。こんなことを言うと怒られるかもしれませんが、その姿、普通の女の子にしか見えませんね。おや、ミレニアですか。あなたはやはり人形ではありませんよ。
私と違って頬が長期していますから。おや、信長ですか。猫も自らお風呂に入ることがあるのですね。うん、また新しい知識を得られました。おや、ウィリアムですか。たくましく古傷が多いその体、あなたの過酷な生き様を物語っているようですね。おや、霞ですか。その姿も艶やかで素敵ですね。日頃の疲れ、ゆっくり癒していってください。おや、マリーですか。あなたはお風呂でもおしゃれですね。今度私の服も作っていただけませんか。ほのかはよっぽどお風呂が好きなのですね。ノリノリな感じが伝わってきますよ。おや、リオですか。バスタオル姿のあなたは一段と艶やかですね。お風呂がパッと華やぎます。